マタイ受難局は、新約聖書、マタイによる福音書の二十六、二十七章のキリストの受難を題材にした受難局である。本校では、ヨハンゼ・バスティアン・バッハの作品について述べる。バッハのマタイ受難局は、新約聖書、マタイによる福音書の二十六、二十七章のキリストの受難を題材にし、聖区、伴奏付きレチタティーボ、アリア、 コラールによって構成された音楽作品である。BWV244。台本はピカンダーによる。正式なタイトルは、福音師や聖魔隊による我らの主イエス・キリストの、受難パッション・ザース編、イエズ・クリスティー・ナー・ハデム・イヴァンジェリソン・マテウスとなる。バッハが作曲したとされる、受難曲は、マタイ受難曲のほか、ヨハネ受難曲、ルカ受難曲、マルコ受難曲の、 計4つが数えられるが、ルカ受難局は新作とみなされておらず、マルコ受難局は台本のみが現存し、他は消失している。自筆送付より、61列タティーボ開始部分、聖句は赤いインクで記されている。1727年4月11日、ライプツヒの聖イマス教会において初演。その後改定が加えられ、1736年に、 最終的な自筆項が上昇されている。かつては1729年4月11日の初演と伝えられ、未だ支持する者もいるが、完全に否定されている。この誤解は、メンデルスゾーンの初演に用いた楽譜が1729年項であったこと、初演の広告が100年ぶりの復活演奏と銘打ったこと、1728年に没した。 K. ーテコーレオポルトに捧げた追悼カンタータが、またい受難曲のパロディだったことなどによるものである。バッハの死後、長く忘れられていたが、1829年3月11日、フェリックス・メンデルスゾーンによって、歴史的な復活上演がなされ、バッハの再評価につながった。この復活上演は2時間ぐらいに、いくつかのカットが伴われ、また、古学管楽器を覚えた。 カッチャを同じ音域のオーボーイ族楽器であるイングリッシュホルンではなくバスクラリネットで代用しオーボーエダモーレの代わりに英観クラリネットをオルガンやチェンバロの代わりにピアノを使用するなどメンデルスゾーンの時代により一般的であったより現代に近いオーケストラの編成によって演奏されたこの編成の演奏を再現した録音 CD も存在する 当時の新聞表は、かんばしいものではなく、無理解な批評家によって、頓奏曲とは一つの西部が、他の西部から逃げていくものであるが、この場合、第一に逃げ出すのは聴衆であると批判された。しかし、これを機に、当時は一部の鍵盤楽器練習曲などを除いて、忘れ去られていた、バッハの中、大規模作品をはじめとする音楽が再評価されることになったのである。近年、 メンデルスゾーン版での復元演奏が試みられることがあり、そのため上記の CD も誕生した。カットなしで約3時間最も長いのはクレンペラー式 WS で3時間44分。歴史交渉的な演奏では一般に早く約2時間30分から。またイ受南曲は大きく2部からなる。第1部は29曲、イエスの捕獲までを扱う。 第二部は三十九曲、イエスの捕獲、ピラトの元での裁判、十字架への貼り付け、軽視した後、その墓の封印までを扱う。物語でありながら、一方で精緻な音楽的構造を持った作品でも、ある。樹南のコラールを、ホーブット・バル・ブルート・ウンとベンドン・カッコ内の番号は、旧前集の番号導入の合唱、シオンの娘たちと、信じる、者たちとの対話形式により、 これから起こるイエスの受難が歌われる。愛が、ミオと呼びかけ、ツーが、どこをと問い、愛が、その忍耐をと答える中で、オルガンとソプラのリピエーノのコラールが加わる。十字架の死の予告イエスが弟子たちの前で、自らの受難を予言する。再主長たちの抗議再主長や、立法学者らがイエスの捕獲を図る。紅葉を注ぐベタニアの女ベタニアで、 罪の女の行為を垂らした行為を咎める弟子たちをイエスが咎める。ユダの裏切り、ユダが登場し、祭司長らにイエスの売り渡しを密約する。晩餐最後の晩餐。イエスは弟子たちの前でユダの企てを暴露する。オリーブ山にてイエスが自らの今後の運命とペテロと弟子たちが自分を否認し離反することを予言する。ゲセマネの苦しみゲセマネのでイエスは 自らの今後に苦悩。それをよそに、弟子たちは眠りこけてしまう。捕獲ユダが再び登場し、イエスが捕獲される。カッコ内の番号は、旧禅宗の番号を人気なき園に花婿を探す、シオンの娘とエルサレムの娘たちの同情大祭司の、神門イエスの裁判が始まる。偽証人が現れ民衆も扇動される。イエス自身が神の子であることを認めたことにより、 民衆の騒ぎは頂点に達し、イエスは暴行を受ける。ペテロの否認下女たちにイエスと共にいたと告げられ、ペテロはこれを三度否認する。鶏が泣いて、イエスの予言の言葉を思い出したペテロは泣き出す。有名な、哀れ見たえ我が神よのアリアが歌われる。ユダの後悔と、末路ユダがイエスを裏切ったことを悔いて自殺する。 判決総得ピラトはイエスを尋問するが、イエスが自分を弁護しないのを怪しむ。ピラトは民衆にイエスの運命を託し、赦免するべきは極悪人バラバかイエスか、との選択を民衆に問う。民衆は赦免すべきはバラバ。と叫び、イエスには十字架にかけるべし。と叫び、ここにイエスの死刑が決定される。 ムチ打ちイエスはムチ打たれ、ウバラの冠を被らされる。十字架の道イエスは、民衆の罵声を浴び、ゴルゴタへと連行される。十字架上のイエスゴルゴタの丘に到着したイエスは、強盗と共に十字架につけられる。イエスのシイエスが、エリー、エリー、ラマ砂漠谷の言葉と共に生きたえる。すると天幕が裂け、地震が起きるなどの奇跡が現れ、民衆は、やはりイエスは、 神の子であったのだと思う。硬貨と埋葬イエスの遺体が下げ渡される。イエスの復活を恐れて墓が封印される。愛刀魔大事難局にはいくつもの名盤がある。ここでは特にそれらのうちのいずれかの条件を満たし演奏師の観点から客観的に見て辞典に記載する価値があると考えられる録音を取り上げる。独自基準ありがとうございます。